身体能力を生かした柔軟性があるの
自身の全部でしました。そうして今ここにいますが、自分が思っていた以上に寂しくて、思っていた以上に悲しいです。でもこうやって僕の終わり際をこんなにたくさんの皆さんに見届けてもらうっていうのは幸せなのかもしれません。そしてこの切ない余韻がこれからの僕の人生にいい色をつけてくれるんだと信じています。サッカー選手が僕にとってこんなに素晴らしかったから、僕らのチーム、僕らのサポーター、ありがとうございました。活躍しきれなくてすいません。僕の家族、僕の友達、そして僕のサポーター、本当にありがとうございました。おかげで素敵な思い出がたくさんできました。僕は絶対忘れません。最後に、今日は僕の大事な息子の誕生日なんです。だから、この日を去年までと同じように楽しくて幸せな日として記憶したいと思います。9年間本当に楽しかったです。ありがとうございました。そしてこれからもこの田通り札幌をよろしくお願いします。この田通り札幌背番号4、小田雄一選手から皆様へのご挨拶でございました。さあここで、小田選手とも親交の深い株式会社クリエイティブオフィス級代表取締役社長鈴井孝之様から花束が贈られます。長きにわたり鈴井様にはコンサドーレ札幌も応援していただき、また5月にはホームゲームで小田選手とトークなどもしていただきました。熱い友情にどうぞ大きな拍手を。記念ユニフォームを
わせて送らせていただきました。そのユニフォームには戸田選手がコンサドーレ札幌に在籍した年号が刻まれ、そして胸には今日の日付が、さらに背中には戸田選手が最も好きな言葉、変わる素晴らしさ、変わらない美しさ、不益有効の文字が刺繍されております。コンサドーレ札幌一筋、戸田選手、9年間本当にお疲れ様でした。どうぞ大きな拍手をお送りください。オール北海道、オールコンサドーレ、皆様本当にありがとうございました。